天神社の狛犬下法屋村は、かつて、埼玉県新座郡に存在した村。1889年、町村制施行に際して廃された。その後、旧村域は、北足立郡を経て、東京府北多摩郡に編入されている。現在の東京都西東京市北部に相当する。下法屋村は、白子川沿いに開けた集落である。白子川の水量は少ないため、 水田は少なく畑が多かった。また、現在のひばりが丘、ひばりが丘北にあたる地域は、強宝期以降に開発された持ち天神殿であり、田梨村と前沢村、南沢村の間に突き出した形をしていた。村の起源は明らかでないが、初期の村域は、白子川沿岸の現在の下方や、北町地域だったと考えられ、村の総鎮守の30番神社や、 その別当時の伏線寺もこの地域にある。旧、下方や村の地域では17基の痛みが発見されているが、最古のものは1461年のものである。また、1559年に編纂された小田原州書領役長には、おぐれたもつや98巻860分の記述が見える。これらの事実より、 15から16世紀には下方や村の地域には集落が存在したことが伺える。なお、下方や村と小暮村は同じ白子川沿いにあること、日蓮州を信仰しており、下方や村にも妙福寺の段下が多いことなどより、小暮村の住人により開発された可能性が指摘されている。その後、17世紀前半までに現在の東町の地域が、 強放期以降に、現在のひばりが丘の地域が開墾され、明治期まで続く村の領域が概ね確定した。ありがとうございます。